いやー、夏って暑いからおしゃれだとかファッションのこと考えるのがそもそも面倒いんだよな。もっと簡単にサクッと実現できるような夏コーデ、誰か教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、冒頭にもあった通り、夏コーデをですね、皆さんにご紹介をしたいなと思ってるんですね。というのも、結構ですね、夏って暑いので、毎朝着こなしについて考えるのが、そもそも面倒いんですよね。これは僕自身も同じなので、本格的な夏を迎える前に、具体的にですね、3つぐらい鉄板コーデを考えておくと、すごく楽なので、今回は皆さんに夏の手抜きコーデをですね、しっかりと解説をしていきたいなと思っています。まあ、どのコーディネートに関しても使ってるアイテムは僕の普段の動画の中に出てくるようなベーシックかつその中にトレンド感を程よくミックスしたものが多いかなと思うので、コーディネートも簡単です。基本のアイテムさえあれば簡単に実現ができますので、まあ、ぜひ皆さんも今回ご紹介したアイテムがなければ他に持っているもので代用するのもいいと思いますし、一応ですね、動画の下の概要欄にそれぞれのアイテム例をですね出しておきますので、足りないものは買い足しながらですね、夏の手抜きコーディネートを存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、夏の鉄板コーデ皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目のコーデなんですけども、こちらはですね、実は僕のオンラインサロンの中で会員の方がですね、今朝アップしていたコーディネートをですね、僕なりに再現したものになるんですね。高橋さん、ありがとうございます。ベースの着こなしはですね、上半身見ていただきたいんですが、半袖のですね、T シャツに見えるんですが、よく見ると凹凸感のある半袖ニットになっています。こちらは先日ご紹介させていただきましたグリーンレベルさんと共同で作った半袖ニットなんですね。色はネイビーで表面に凹凸感があって、サイズ感はほんのりゆったりめの、そんなデザインになっています。半袖の T シャツもすごくいいんですが、まあ、どうしても大人世代だとちょっとカジュアル見えしてしまうとか、人との違いが出しづらいというですね、悩みもあるかなと思うので、まあ、そんな時にやると便利なのがこのような半袖ニットかなと思います。先ほどもお伝えしましたが、表面にですね、T シャツにはない凹凸感ですね。これが感じられるので、通常の T シャツよりはかなり綺麗めに見えるんですね。さすがに真夏の35度を超えるような時には、なかなか厳しいかなと思うんですが、30度台前半であれば、このような半袖ニットもですね、着ていただけるのかなと思います。で、こちらのニットの下には丸首の白 T を入れてるんですね。今回は首元からは見せずに、裾からですね、ちょっと覗かせるような形にしていまして、ネイビーのこのような半袖ニットが色的には重たいので、白 T を少し覗かせることで、まあ、清涼感を出すようにしています。で、ボトムスなんですが、今回はですね、デニムスラックスを履いています。これは僕のブランドで作っているものなんですが、春夏に適したような薄手のですね、まあ、ほぼデニムに見えるようなシャンブレ素材を使っているんですけども、このようなインディゴブルーとネイビーはもちろん色が近しいのですごく相性がいいんですね。このように上半身とボトムスをですね、ブルー系でまとめたというのが今回のコーディネートで、大人の男性にはすごく再現がしやすいのかなと思っています。で、足元なんですが、白レザースニーカーとかでも合うんですけども、今回はビルケンシュトックのチューリヒというですね、サンダルをチョイスしました。まあ、最近僕の動画の中でも何回か出してるんですけども、大人のサンダルで定番といったら、やっぱりビルケンシュトックは欠かせない存在かなと思うんですね。まあ、その中でいろんなモデルがありますが、少しトレンド感があって、デザイン的にもエッジの効いているチューリヒなんかは今年履くとすごくですね、今っぽさが出せるのかなと思っています。まあ、サンダルの中でもレザーを使っていて、ブラックなので、そんなにカジュアルさが全開にならないのがいいかなと思ってまして、デニムスラックスみたいな着こなしにもすごくバランスよく映えるかなと思います。で、夏場に関しては、肌の露出が多くなってくるので、このような時計だとか、バングルだとか、ちょっとした小物はですね、冬よりは多めにするようにしています。ちょっと着こなしが退屈だなとか、アクセントつけたいなという時には、このような小物ですね。まあ、メガネも含めて、ぜひ使っていただけると、コーディネートがまとまりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、ということで続いて二つ目のコーディネートなんですが、これまたですね、僕の中では鉄板のコーデなので、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず上半身ですね、ここがメインになってくるんですが、半袖のブルーのシャツをですね、今回は使っています。僕は結構ブルーのシャツが大好きで、冒頭でもですね、ブルーシャツ、長袖を着てたかなと思うんですが、まあ、あらゆる季節でブルー系のシャツをですね、結構愛用してるんですね。もちろん春夏にも使えるし、秋冬でも結構ですね、ベーシック
チックで使いやすい色なので全く違和感がないかなと思うんですね。大人にも似合いやすい色だし、着るだけで清潔感だとか清涼感が漂うので、特に夏場なんかは抜群に使いやすい色かなと思うんですね。で、今回はこちら半袖のレギュラーカラーのシャツですね。こちらをメインとして着ているわけなんですが、やはり大人の男性の着こなしはあんまりカジュアルになりすぎてもだらしなく見えてしまうので、襟付きのシャツを着ることで、まあ、適度に綺麗さが漂うかなと思います。その下にはお決まりの白 T ですね。まあ、今回は実はプリント T シャツを着ているんですが、このように T シャツの上にですね、半袖のシャツを着て第1ボタン第2ボタンぐらいまで開けてですね、少し開放感を持たせて着るというのがまずは鉄板だと思うんですが、これですね、シャツを前ボタン全部開けてしまってプリント T シャツをちょっと見せながら着るのも意外とバランスがいいので、ボタン取ってみたいと思います。外すとこんな感じです。どうでしょうか。だいぶ印象が変わりますよね。今回はプリント T シャツをあえてボトムスにタックインをした状態にしてあります。その上にですね、このようなシャツを羽織るという着こなしが、まあ、最近ちょっとですね旬になってきているので、まあ、ぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思います。もちろん T シャツインするのはちょっと苦手なんだよなという方は出していただいて、その上にシャツを着るのもいいと思いますが、まあ、トレンド感を楽しみたいとか、ちょっと見え方を変えたいという場合は T シャツをインして上にシャツを着るというのはぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。で、上半身は白とブルーである程度明るめでまとめてありますので、ボトムスはギュッとブラックで引き締めるというのが僕の中ではもう鉄板ですね。これは例えばネイビーだとかグレー系のパンツとかでも全く問題はありません。ぜひ皆さんのお手持ちのもので再現をしていただきたいなと思っています。そして靴に関してはちょっとトレンド感を強く出したかったので、グルカサンダルですね。これ随分前に購入した GU のものが非常に使いやすいので今回も使っています。足元にどんな靴を履くのかによって全然ですね見え方が変わってくるんですね。この着こなしに対して定番的な白レザースニーカーでももちろんですね成立します。他にはローファーとかでも先ほどのようなビルケンシュトックのサンダルでもいいんですね。ちょっと綺麗感を漂わせながらトレンド感も同時に漂わせたいという場合はグルカサンダルが最適だなと思いますし、気取らないような感じで使いたいのであればキーンのユニークですね、このあたりでもいいかなと思うので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思います。この着こなしもですね結構いろんな世代の方にも似合うと思いますし、爽やかなブルーシャツは女性からの評判も良かったですので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目の着こなしなんですが、まずはですね上半身、僕が使ってるのはこちらですね、スキッパーポロですね。襟元、前立て部分にですねボタンがなくてすっきりとしたこのようなポロシャツが今年はですね様々なショップで取り扱いがされています。僕が着てるのは先日もご紹介しましたグリーンレベルさんと共同で作ったアイテムなんですけども、このような襟元すっきりめのポロシャツに対して内側白 T ですね。もう今日のコーディネート3つとも白 T 着てるわけなんですが、チラ見せさせてあげるとですね清涼感が漂うような着こなしが簡単に実現できるかなと思います。ポロシャツコーデは大人の男性にとってはすごく定番的なんですが、そんな定番の中にもやっぱり緩やかにトレンドの流れみたいなものがありまして、最近のポロシャツは少しですね袖丈が長かったりだとか身幅にゆとりがあったりして、まあ、従来のポロシャツよりは少しトレンド感の漂うようなサイジングになっています。襟元はボタンがついてるものでも全く問題はありません。このあたりはお好みで選んでいただきたいんですが、スキッパー型だとより今年っぽく見えるんじゃないのかなと思います。で、色に関してはネイビー、ブラック、ダークグレーのような濃い色を選んでいただくと、ポロシャツが持つおじさんっぽさというところをですねシャープに見せることができるので、大人の男性には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。上半身は重めにまとめたので、ボトムスは白パンでちょっとこう清涼感を出してあげると、まあ、バランスがいいかなと思っていまして、まあ、今回はビューティー&ユースでですね昨年の冬に買ったものなんですけども、これがですねあまり季節感なく使えるようなものになっていまして、僕も普段からよく使っています。白パンってちょっとキザに見えがちなので、少し緩めのですねサイズ感の方がですね今のトレンド感には合うかなと思うので、ちょいゆるシルエットの白パン、ぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思っています。トレンド感漂うサイズ感なんですが、使ってる色は基本的にホワイトとダークグレーと、あとは足元のブラック、モノトーンなんですね。なので結構簡単にコーディネートも仕上がるので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思います。で、足元はですね白パンに対しては僕はブラック
ックで引き締めてあげるのがまずは分かりやすいのかなと思います。今回は金のユニークですね、こちらを履いています。まあ、夏らしいですね、メッシュになっていて清涼感漂うようなサンダルになっていまして、なおかつトレンド感も表現できるので、まあ、このような形で大人のですね夏コーデ、ポロシャツをメインにしながら作ってみるのもすごく便利かなと思うので、トライをしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では大人の夏の鉄板コーデベスト3というテーマでお届けをしました。まあ、どのコーディネートもそんなに難しくなくて、気軽にですねトライしやすいものが多かったと思います。そしてそこまでエッジも立てていないですし、かといってベーシックになりすぎないようなバランスで構成してますので、まあ、ぜひ皆さんもですねトライしやすいものからですね取り入れていただければなと思っています。やっぱり夏って暑くて思考能力が低下するので、毎朝いきなりクローゼットの前でコーディネートを考えるのではなくて、事前にですね今回のようにコーディネートを3パターンぐらい作っておくのがすごく便利だと思うんですね。ベースさえあれば、あとはあんまり頭を使わずにサクッとですねコーディネートが完成するので、ぜひ皆さんもですね本格的な夏の前にご自身の鉄板コーデを3つほど考えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかお伝えできないような少しですね中級者向けの内容ですね、こういったものは僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。セレクトショップのオリジナルのアイテムからドメスティックブランドのアイテム、または専門ブランドのアイテムまでしっかりめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですねライブ配信やっていまして、皆さんと交流をしながらですね Q&A 形式で動画を撮っていますので、気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンっていうのもやっているんですね。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕の方では毎日配信をしています。また僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっていますし、参加者の皆さんも気軽に記事が書けるので、結構様々なコンテンツが1日に見れる状態になっています。気になる方はですねこちらも概要欄からぜひチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。